れ様です。ペットボトルのキャップが開いてた。あぶねえ。ペットボトルのキャップが開いててガチで焦った。水がこぼれるところだった。あぶねえ。ガチ焦。ガチ焦チャンネル。ペットボトルのキャップが開いててガチ焦チャンネル。あぶだーい。水が漏れるところだった。こんばんは。お疲れ様です。やっほー、こんにちは。こんにちは。みんな何してたの？私は今日はスペイブでバーベキューをしてました。スペイブでバーベキューしてた。こんばんは。スーさんハートありがとう。ハルルンかわいい、ありがとう。マルクハートありがとう。こうたくん、こばん。ありがとう。フラペチーノ、バッキュン。ありがとう。こんばんは。とっちゃん、ハート。ありがとう。こんばんは。マットくん、かわいい。ありがとう。ゆめかちゃん、ハート。ありがとう。スーさん、だるま。ありがとう。マットくん、ハートたくさん。ありがとう。トクリン、ハートたくさん。ありがとう。こんばんは。今日はなぜこんなに可愛いのですか？わからん。わかんない。なんでなんだろう。今日はじゃないよ。今日はに限らず毎日可愛いから。今日はに限らず毎日可愛いから。今日はなぜこんな可愛いのかって言われても365日毎日可愛いから。毎日可愛いからね。こんばんは。でもでもさ、私思ったんですけど、ネイルを透明に配信、あ、そっか、配信がこの前15分だけやったんだ。その時にあんま見せられなかった。そう、ネイル透明キラキラ、めっちゃキルキルちゃんと、あともうメイクを薄くしました。マジでメイク本当にめっちゃ薄くしました。もうめちゃくちゃ濃かったんです。メイクが、メイク濃くてやばかったんですけど、メイクを薄くしました。なんかメイク薄いのがもういいってみんなにいっぱい言われたから、メイク薄くしました。まつげも上がっている。
髪の毛を巻いているんだよ。髪の毛を巻いている、ポニーテール。髪を切ったからなんかめちゃくちゃ、なんか髪を切ったからか分からんけど、なんかめちゃくちゃポニーテールがやりやすくて最高なんです。髪を切った影響か何か分からんけど、めちゃくちゃポニーテールが切りやすくて最高。ゆらしポニー。草刈り機さんハートありがとう。てかもう本当に充実してる、お仕事幸せ。充実している仕事。明日 STU チャンネルだし、明後日も別の仕事があるし、ずっと労働人生ですけど充実してて嬉しいです。ナチュラルも濃いめも可愛い。え、嬉しい。いや、なんか公園のメイクって結構濃いめなんですよ、落ちないようにするために。でもなんかあの公園とプライベートのメイクが一緒になっちゃって、もうプライベートもめちゃくちゃ濃いメイクになっててやばかったんですよ、ガチで。めちゃくちゃプライベートも濃いメイクになってて、マジでやばって、なんかガチで。前は結構違ったんですよ、公演の時はまあちょっと濃くみたいな感じだったんですけど、プライベートもなんか一緒になってしまってガチで、もうめちゃくちゃプライベートも濃くてやばかったんです。だからもうプライベートと公演のメイク分けなきゃってことで、プライベートっていうか、まあ、こういうファンの人に会うイベントの時とか公演じゃない時のメイクは、まあ、薄めです。でもまた気分が変わったら濃くなるかもしれない。いや、メイクって結構ね、その決まるんですよね、その時のなんか状況で、精神的な状況でね。ブイフォントタコありがとう。まありがとう。岡山のマイカーも楽しみだし、マイ岡山マイカーって言ってくれるから、岡山マイカー楽しみすぎて、岡山マイカーが楽しみで好き。しかも岡山マイカーって響きも好きになった。ニョッキンミルン尊い、ありがとう。岡山愛か、ニョッキンミルンありがとう。こちらこそありがとう。嬉しい。福ちゃんハートありがとう。チョンプハートありがとう。みんちゃん音符ありがとう。草刈り機さんハートありがとう。かなちゃんが覚えるの大変だって。あー、昨日一緒にレッスンしたんですよ、2人で。私も新規の曲を
5曲ぐらい覚えなきゃいけなくて、その前回対バンだから瀬取りが短くなってたんですけど、普通の公演の瀬取りってなってくるともう追加で5曲ぐらいプラスされるから、私も覚え直してて、あのめっちゃ大変難しいよでも楽しみだから全然いける。でもかなちゃんは鼻だれもあるしマイカーもあるからね、それ大変ですよ。鼻だれなんかフルだし、それに比べたら私なんかかなちゃんに比べたらそんなねあれだから難しいなんて言いません。楽しみです。いや私マイカーの好きなところって全身を使って踊れるところが好きで、なんかもう頭とかも振り回せるしなんか本当にそれが好きで、なんか元気いっぱいで踊れるからめちゃくちゃマイカーラブです。そう昨日かなるちゃんとレッスンやってたんです。でも私もう2回目だからね、言うてマイカーだって、マイカーだってほぼやったことないに近い、前回初めてやって、でフルで瀬戸り今のもうマイカー単独の瀬戸りやるってなるとマジで初めてに近いから、自分のことで精一杯かも自分のことで普通に精一杯かもしれないけど、でもあのまあ5年もやってるのであの支えられるように頑張ります。はい、そう単独セトリなんだかんだ初めてだからね、だって対バンだと短くなるからやってない曲の方が多いんですよ、新規で覚える曲の数の方が多くて、なんなら今練習してるけど結構ヤバ三沢武雄かも、ヤバ三沢武雄です。でも頑張りますよ、楽しみだもん岡山行かん。ついさんかわいい、ありがとう、こんばんは、タッキーハート、ありがとう。そうなんです、うん楽しみ、ユッキーミールのタコありがとう、エイヒロくんハートありがとう、オノピーハートありがとう、ヨウくんハートありがとう、日本メール見たけど今日のコーデ可愛すぎ、え嬉しい、やった、今日全身水色にしたんですよ、全身水色だから髪の毛も水色、トップスも水色、短パンも水色、靴も水色、全身水色なんです。いやなんかもう秋だから秋コーデ長袖着ようかなって思ったんですけど、外が晴れてたのと、あとなんか夏のバーベキューだからもう夏コーデしちゃえと思って夏コーデしました。頭皮が痒い頭皮が痒い、すいません、頭皮なんか耳ほじってるみたいだけど、頭皮がなんか痒くなってる頭皮痒いてるだけなので気にしないでください。めっちゃ耳ほじってる人みたいだけど、ポニーテールしてるときはね揺らすのが好きなんですよ、楽しい。つるくんハートありがとう。
曜日も可愛いを期待していいですよね。え、もちろん当たり前に、ね、多分いつもの100倍ぐらい岡山効果ある岡山でできるから、いつもの500倍ぐらい可愛いと思います。金曜日いつもの500倍可愛い。福山でできるの本当に嬉しくて幸せです。てか普通にさ、輝く町公園さ、なんで岡山でできるって感じですよね。めっちゃ嬉しい、ほんまにびっくり。岡山で課外活動嬉しすぎるな。やっぱ私が毎回に入ったからかも。みんな感謝してねみんな感謝してね。まだ1回しかやったことないけど、まあいいからとして公演私が移籍したから、兼任じゃなくて移籍を選んだから岡山に行けるんだから。いやでもほんまに分からんのよね、なんで岡山っていうのは私も聞いてないし知らんのいの。たまたま私が岡山県出身だからなのか、それか本当に岡山県出身でやってくれてるのかわかんないけど、でも地元でできるのが本当に嬉しいから本当に嬉しいです。岡山珍しい。なんか公園自体岡山ですることが珍しい。そもそもロコポコ結婚して、いや愛してるロコポコ、私もロコポコのこと愛してるよ、ありがとう。モノピーハートありがとう。岡山テンション上がる、めっちゃ嬉しいです。金曜日だからさ、やっぱ平日だと仕事の人とかもいるもんね。クレイジーママキングダム何年ぶり？何年ぶりだろう。最後に行ったの対バンじゃないですか、あのフィールネオさんとの対バンで、対バンかなんかでのやつで、飛行機雲とか課外活動とか関係なしに行った、あの飛行機雲とかやったやつだ、それぶりだ。課外活動とかじゃない、フィールネアさんとの対バンの対バンぶりだな、クレイママは。うん、なんだかんださ年に1回やってる、クレママ行ってる説。いやないか、何年ぶりだろう。去年クレママでやった記憶がないから、2年ぶりとかじゃないですか。2年ぶりとかの気がする。2年ぶりだな多分。2年ぶりですね、2、3年ぶりぐらいだと思う。何歳ですかってめっちゃ、20歳です。20歳、2002年の11月5日生まれの20歳です。なんか怖いんだけど怖いんだけど
二十歳です。ここうん、私視力悪いわけじゃないから、一回でいいですよ。何歳ですか？俺の出番が来たな。100枚ぐらいあるからね。これの出番が来たよ、みんな。これを使うと呪われるんだ、悪いことした人に。だから喧嘩は売らない方がいいと思う。私の力すごいから。結果私の力すごいから、大量にお守りも近くにあるからね。お清めスプレーもあるから、目の前にお清めスプレーでも振る。お祈りもできるよ。お清めスプレーもたくさんあるから、やばい、めっちゃ減った。めっちゃ減った。払いたまえ、清いたまえ、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 ええ。多分これでどうにかなったと思います。なんかでも本当に私の力ってすごいので、効果ありました。
け。マルフってありがとう。こちらこそ。通常配信に戻ります。ちょっとでもこれはあのただ結界を張っただけではなく、あの皆様にも効果がありますよ。皆様にも効果があります。みんないい方向にあの運気が宿るから、今さっき配信、この配信を見てくださった方はきっと明日あのすごい1万円拾ったりしますんで、はい、払いともいきよ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 いともいきえ、聞いて、本当にお清めスプレー、そう家にたくさんあるんですけど、最新のお清めスプレー、これいただいたんですよ。これ最高なんです。これだからもう使ってます。嬉しくてゲットしました。なんかこれはガチのお医者さんのお清めスプレーって言って、ガチのあのお清めのスプレーなんですよ。伊勢神宮の神社とかどっち系のやつで、本当にあの効果があるって言われてて、なんか例えばあの人に悪さしたりとか、人に対してあの嫌な思いをさせたりとか、なんかそういう人とかにめちゃくちゃ効くやつで、マジであの本当にね、これをね振られないようにねした方がいいですよ。振ったらね最悪なこと起きますから、その人に対して。私には起きないけど。こんばんは、ありがとうございます。そうこれ人に聞くのだから、会社でなんか嫌な人がいるとか、なんか最近運気微妙だなとか、そういう人はこういうのシュッ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 とかって振ったりするとちょっと変わってきます。結構なんかその人が辞めたりとかする、会社の嫌な人とか辞めたりするし、結構ガチ効果あるから振られないように。サージカルハートありがとう。しゅんくんハートありがとう。え、そうですよ、このお医者さんのスプレー、え、ガチでやばい。しかもお医者さんの、私マジで運気いいし、あの本当に私が思うこと、私があの私の守護霊様って最強で、あの全部いい方向にしてくれるから、なんか私のことを怒らせたら怖いよ。私は怒らないけど、守護霊が怒って、守護霊様が怒って、あの多分そっちに悪いものを全部たたりがいくと思います。生き霊って簡単に飛ばすからさ、飛ぶし飛ばされるから、だからパッてもう飛んでるかも、さっきより半分ぐらい、なんか体が軽くなったし、もしかしたら、もしなんか今日嫌なことが起きたらごめんね、私のせいじゃないからね。飛ばさせた気持ちにさせる方が悪いから、なので気をつけてください。なんか指切ったりとかするかも。こんばんは、財布盗まれたりとか指切ったりとかされるかもしれないから、早速効果あった気がする。え、よかった。やばい。でもそう、ちゃんと私のこと好きとか嫌な気持ちにさせない人とかはちゃんと今運気が上がったの。でも嫌な気持ちになったりするような、周りが見てなんかモラルがないようなことをしてると
なんか嫌な気持ちになって私が霧を飛ばして、なんかね大変なことになるかな。そう、守護霊様のおかげです。皆さん感謝してください。守護霊様本当にありがとうございます。守護霊様のおかげで本当に幸せです。そうなんですよ。姉ちゃん今日もめっちゃ可愛くて結婚したい。嬉しい。そう、ありがとうございます。モラルないもんな自分。モラルない人ほど自覚ないんですよ。モラルある人ほどあのちゃんとモラルなんかちゃんとあるのに自分って勘違いするから。全然モラルありますよ。全然嫌な気持ちになったことないから大丈夫。だってモラルない人って大体わかるじゃん。自分がなんか他人に対して嫌なことをしてるって誰が見てもわかるじゃん、さっきみたいに。だからあの嫌な気持ちにさせるようなことはしない方がいい。簡単に生き量は飛んじゃうからね。恨みを買わない方がいいってことです。恨み買っていいことないですから。で、霊媒師さんが言ってました。そうありがとうございます。いや本当にでも本当にね優しいからみんな安心してください。大体あの本当に誰でも構ってほしいんだろうなみたいな人とかがそんな感じだから。え、聞いてほしい。あのさ、ちょっとさ、私もしかしたら銀行さ詐欺にあったかもしれないんですよ。え、聞いてみんなに。私さ50万さ振り込まれてさ50万勝手に引かれとったんやけど。だから私の銀行は元のお金そのまんまなんです。やばくない？勝手に誰かが知らないところから50万振り込まれて50万勝手に引かれてたの、その日のうちに。え、マジ怖いんだけど。だからマジワンチャン詐欺に遭ってるかもしれないんだよ。そう、使ってないです。怖くて使ってない。50万引き落とされてて、50万振り込まれて50万引き落とされてて、でそれが5月7日に50万含ま入れられて50万引き落とされて、それどういう意味？ロンダリングって何ですか？ちょっと教えて詳しく。引き落とされてて、で普通はさあの過去にさ通帳記入やってもないけどさ、あの通帳記入やってなくてもさ過去の履歴ってさ、例えば5月から通帳記入やってないってするじゃん。ちゃんとやってるんですけど、やっとしてるじゃん。で例えば8月に久しぶりに通帳記入やったとしても、普通に5月からの記憶って残るわけやん。通帳記入って過去のね。それで通帳記入行ったんですよ。そしたら5月から8月までの通帳記入の履歴がないの。おかしくない？振り込まれて引き落とせ、それ銀行と警察にちゃんと言わないと共犯されちまう。待って、やだ、犯罪者じゃないよ私。ちょっと勢い一応帰りますよ岡山。お父さんに言っとかんと。私ね、通帳の管理お父さんがしてくれてるんですよ。いや、なんか通帳をお父さんが持ってて、私の父さんがな、リネこれさ前から思ってたけどこの50万何って言ってきたんですよ。で、私知らん、そこで初めて知ったんですよ。怖い。で事件、父さんがリネがお金なくて50万借りたんかと思ったって言ってきたんよ。だってそんなことせっけ、人に借りんけ、マジで。怪しいお金手つけてことないから。怖くない？父さんに言ってかんとや。ロンダリング、ちょっと言っとくわ。ちょマジ父さん、マジで心当たりない？普通にやばくない？50万振り込まれてその日に50万引き落とす。マジ？怖いって。入金元の名前、その入金元の名前があの書いてないの。
私警察の仕事しとんのにさ、逆に警察にお世話になる。特殊詐欺のポスターやっとったのに、特殊詐欺のポスターやってたのに、特殊詐欺被害に遭ってるんだけど私が、やばいって、怖っ。いや私借りないですよお金。怖くない？それを最近知ったの、5月に会って。怖っ。そうします、とりあえず銀行に言ってみるわ、父さんにとりあえず言っとくわ。怖くない？今母が配信見てるらしくて、お母さんが伝えときますねって、それパパに伝えとくねって言った LINE、 グループ LINE に来てた。怖い。でも私多分どうにかなると思う、運いいから。ワンチャンその50万もらえるとか、なんかそういうなんかラッキーみたいなこととかない、ないんですかね。なんかそれはあの私の管理じゃなくて、あの銀行が、銀行の管理が悪いってことですよねって考えると、もしかしてあの50万もらえたりするあの奨励とかない、ないんですかね。ワンチャンはないと。ごめん、わかりました、じゃあほんまに警察行きますわ。えでだってさ、50万引かれとったけん、そのうちのうちに、じゃけん絶対に私があのその50万4もう1万円使ったりすることないんよ。そうマジ心当たりだから、知らないうちに、じゃけん父さんが言ってくれんと気づかんもん、もうっとっと。でも運がええけん気づいたってことじゃん。じゃけんそう考えるとほんまに良かったなと思う。でもマジいかんといけんわ、ガチで、あのただシャレにならんわ、怖すぎん。うん、心当たりもない。ヘイさんハートありがとう。ガチで怖いんやけど。なんでみんな知っとん、そんな詐欺のこと。私知らんかったんやけど、詐欺用語。詐欺やったことある。なんかオレオレ詐欺とかあるけど、お金の動きは自分で管理しないと大谷さんになっちゃうよ。わかりました。怖い、怖すぎ。ユネ警察が警察、マジで本当に心当たりないんですよ。ガチでいかんとや、笑い事じゃないわ、怖っ。警察やってますよ、交通安全の。ほんまにやばい。父さんにとりあえず言わにゃいけんわ、多分寝とる父さん、もう仕事を疲れて。母さんがあの連あの伝えとくわって言ってきたもん。マジでやばい。これさ、みんな知らん、みんな教えてくれてありがとう。これさ多分さ、みんなさ知らんかったらさ、もうやばかったよね。窓口で入金したら名義乗らなかった気がするんだけど、心当たりない？ないないない、私マジで窓口とか行かんもん。私のその銀行がもう地方の銀行だから、あの広島に店舗が少なくて、そうなかなか行けないんですよ。だからいつもあのコンビニとかで手数料食うけど、コンビニとかばっかなんよ。ファンの方教えてくださってありがとうございます。またりーちゃんが勉強になりました。ママもだって母さんから。ファンの方が教えてくれてありがとうございました。ファンの方教えてくださってありがとうございました。またりーちゃんが勉強になりました。ママもママもママも知らんらしい。いやマジで知らんかった、怖くない？じゃけん父さんは私がお金ないけん、なんかどっかで借りたんだと思うやったらしい。じゃけん気の毒だったけん言わんかったらしい。でも明らかに、でも何回も続いたの、それが結構あって2回ぐらいあって、じゃけんりーねほんまにあの
大丈夫かみたいな連絡が来て、え、何のことみたいな、リネなんかあれじゃなって、なんか50万何の50万なんって言われて、え、何それって言って、え、マジ知らんって言ってめっちゃ疑われて、で見たらマジで見覚えのないやつが5月ぐらいにあって、で2回ぐらいあった。もうマジでやばい、ちょっと行きますわ、とりあえずまた賢くなりました。もう結局分かったら言いますわ。もうこれ多分みんなそわそわするでしょ。怖くない？一回です。一回あった、怖すぎ。そんな50万もないですよ。ないっていうか、そんな一回でそんな50万も入れませんよ。普通にやばいでしょ、社長だろ。え、マジで怖い。本当に大金だよね、怖すぎ。その1回で50万とか入ったら私もっと可愛くなってるからえ、マジで怖い、やばいよねそうやね、あの窓口行ってとりあえず言ってみますわ。あのこれ本当にマジで見覚えなくて、この50万あのどっから入ってどっから下ろされてるか確認してもらっていいですかねって、マジで圧かけて言ってみる、強めに。私結構舐められやすいから結構圧かけて言ってみる。え、そう、か、下ろさんくてよかった、マジで。下ろしとったらやばいよね、下ろしとったらさマジで人生終わってるよね。何しとったやろと思ってさ、その日のカレンダー見たらさ、私って休みだったよな休みだったんだよ、普通に。最近家で何しとったやろ、配信でもしとったんかな、家でなんかずっとおったけん、マジ使わんかったら、使わんくてよかった、怖すぎ。うん、とりあえず父さんに言って行ってきますわ。やばい、うん、マジでやばい。私もえ、なんかあれでしょ、あの事件みたいになるよね。だってあの何百万一千万とか振り込まれて、あの下ろして逃げ回っとった人、あの指名手配犯になっとった人、一時期あの人みたいになるなっとったよね。マジでやばいもん、うん、早めに行きます、怖すぎいやですよ、私何も、いや、そんなことしてないのに振り込まれて。え、逆にさ知ってくれたってよかった、マジで。やっぱみんなにさ何でも言ってみるべきじゃん、言ってみてよかった、ガチで言ってよかったわ。だって言わんかったらさ終わっとったよな。ヘイさんハートありがとう、ガチでほんまにさ人生終わっとったよな、ほんまに言ってよかったんじゃけど、あーよかった、みんな教えてくれてありがとう、言ってみるもんじゃわ。安心してめっちゃおかめめんでたマジ言ってみるもんじゃわ。そう、 ATM ハッシーハートありがとう。いや本当になんかその喧嘩でそう解決すればいいんだけど、ガチでこれで大事になっても怖いし。でもさ一旦みんなに言ったわけじゃん、こんなことがあったよって。これ今まま進めとって変なことになったらさあれだけどさ、そう一旦はちゃんとみんなが味方についてくれてるからマジで、そうマジで怖いですね。ジャッキーバッキュンありがとう。
持ち花、お金、コマン、ありがとう。うん、うん、ほんまに聞いてよかった。ブルーベリー食べたいな。名前も知らなかったもんだって。ロング、あ、ちょっと メモしたんや。もうほんまに忘れちゃいけんと思ってメモしたんや。ロンダリング、ロンダリングよね。メモしたもん。マジでメモしてよかった。カジカジコマ、ありがとう。マネーロンダリング、マネーロンダリングね。マネーロンダリング、ちょっとこれ終わってから調べてみよう。配信で、配信じゃない、コマチュギチャンネル。ポンデリング、ポンデリングじゃないよ。めっちゃおもろいんだけど。ポンデリング食べたい。もう今我慢してるから。スイーツバー、アイスバー、チョコマン、ジャンクルドマン、ポンデリング食べたい、ドーナツ食べたいよ。我慢する、でも食べたい、我慢しますけど。クレカめっちゃ惹かれてて、迷彩見たら恐ろしいことに全部心当たりがあった。いや、クレカってそんなもんじゃない。でも本当に怖いよね、あれ魔法のカードだからね。危険だよクレカは。だってさ、クレカとかさ、例えばクレカに限らずペイペイとか、あの〇〇ペイとか、そうペイ系ってなんか全部無料に感じちゃうんですよ。やばくない？無料じゃないんだよ、もう無料じゃないし、自分の銀行口座から引かれるし、その後から後日引かれる系ってなってても無料に感じちゃって、本当に危険、本当に危険です。もう本当にダメです。何なんだろうね、何なんだろう、無料に感じるのおかしいよね。絶対に無料じゃないし、後から使いすぎて、あ、使いすぎた、やらかした、もう絶対使わないってなるんだけど、気がついたらまた魔法のカードって不思議で、魔法がかかって無料に感じちゃって使いすぎちゃうんですよ。オノピーハートありがとう。え、ガチで本当に危険だよあれ。クーカーハートありがとう。マジで危険、あれどうにかならないんですか。でもやっぱそう考えると現金が一番楽なんですけど、現金ってもうちょっとめんどくさいんですよ。なんか現金を出して小銭をこうやるのもめんどくさくなっちゃって、楽すぎて。でも楽だからこそやっぱ不便なこともあるわけじゃないですか。飛んでる。楽だからこそ不便なこともあるじゃんって考えると、やっぱ現金が、現金が一番だなと。だって電子決済、バーコード QR コード使えませんって言われたらもう終わりじゃん。現金のみですって言われた。だからその時現金強いなと思う。ハッチハートありがとう。
ヘイさんハートありがとう。ロンダリングは洗濯のランドリーで良くないお金をきれいにする。やばい、私の受け止め方が、私の脳みそが 0.1 ミリしかないせいで、説明してくれたのにさっぱり分からん。いや多分絶対分かるんだよ、普通の人は分かるんだよ。でも私が頭悪くて数学0点取る波に頭悪いから、ロンダリングは洗濯のランドリーで良くないお金をきれいにするっていう説明してくれたのにさっぱり切っちゃ分からん、さっぱり切っちゃうほんまに。わけわかんない。ちょっとどういうことだろう。もうめちゃくちゃ優しく教えて。庄司くんかわいい、ありがとう。ガッチハートありがとう。可愛いだけじゃダメですか。右左少年ゲージさせちゃう。可愛いもん。時は戦国。おたかつデビットカードにしてる。デビットカードって何でしたっけ。あのチャージするやつか。チャージするやつでしたっけ。あ、そういうことか。英語で汚れが落ちるって意味を教えてくれたのか。うわー、すげえ、みんな賢すぎる。口座から引かれるやつ。あ、口座から引かれるやつか。やばい、なんかお金の話となんかカードの話とかもう混ざりすぎて、何の、あのまだ私ロングなんとかの話で頭置かれてるわ。もう分かんなくて。あ、猫ビーム、あなう。分かんなくて。うん、みんなのお金の話と詐欺の話、もう詐欺の話が怖くて、自分のそれに置かれてるわ今頭。地面師、地面師ね、見てないんですよ私。見てそうでしょ。見てないんですよ。今日のメイクも可愛いね。え、メイク可愛いって褒めてもらえるのめっちゃ嬉しい。本当にメイクめっちゃ薄くなったんだよ。もう本当に初めてメイクした人並みに薄い。めちゃくちゃメイク薄くなりました本当に。だからめちゃくちゃ顔違う、めっちゃメイク薄くなりました本当に。薄くしちゃおう。あと髪の毛も切ったし、前髪もちょっと今日は大失敗して、薄、こっちが薄いのこっちが分厚いみたいな変な前髪になっちゃったんですけど、髪の毛も切ったし、まつげもパリパリに上がってるし、爪も透明キルキルさんチームになって天才。アイメイクめっちゃいい。嬉しすぎてこけちゃった。嬉しすぎてこけちゃった。嬉しいって下がったらここに壁があると思ったらなくて。
びっくり嬉しすぎてこけちゃったえ、本当にアイメイク可愛いって褒めるのめっちゃ嬉しい、本当に嬉しい昭和のこけ方いやマジ焦ったよ、な壁あって、壁あってよかったですもん、なかったよマジで焦ったほんまに焦った、リッチーハートありがとう、個人的に薄い派、もう薄くしますじゃ一生。リネさん元気かい、え、めっちゃ元気、元気すぎてやばい、イエイイエイイエイって感じ、元気すぎてダブルピース、ガッチかわいい、ありがとう、21時教えてくれてありがとう、え、早い、9時か、いやマジで怖すぎ、みんなに言ってよかった、ガチで言わんかったら終わっとったもん、マジでしんどったわ、危ねえ、私が今詐欺被害に遭っているのにこんなに楽しそうに配信して、みんなどう思いますか、ポニーテール嬉しいな風の中、配信しなければ気づかなかった、それそうだよねそれそうだよね、だって言わんかったもん、メールとかでも言うつもりなかったし、言ってよかったマジで、ほんまにみんなに感謝だけど、ゆうちくんかわいい、ありがとう、定期的に漏れる揺れるのかわいすぎ、え、嬉しい、ポニーテールしたら揺らしたくなるんですよ、多分これあの呼吸と同じ原理、なんか質問してくださいよ、なんか答えたい質問コーナー、急に始まる質問コーナー、なんか質問ください、ドン、めいちゃんとバーベキューしたかった、それなー、バーベキューしたかったよね、バーベキューしたらマシュマロ焼いたりとかしたかったな、結婚したらできるよ、私と結婚したらできる、ゆういちくんハートありがとう、爪マジ可愛くない、なんかさもう透明なのにさ可愛いってやばいよね、もうこれもう本当にもうマジでやばい、これめっちゃくるくる、私でもこのネイルの可愛さに気づいてしまったの、このシンプルネイル、何も載せない透明の、多分半年間ぐらいこれでいると思う、これ伸びてまた新しく爪する時も1ヶ月ぐらい、1ヶ月後にはネイル変えると思うけど、またこのデザインにする気がする、マジで可愛い、このあとこの短さ、結構前回長めだったけどマジでもうほんと短くしたの、短めくるくるこんばんは、今どんな霊が見えていますか、え、私幽霊見えないんですよ、幽霊見えない、霊感ないっす、でもだそういうは好き、ホラーとかは好きです、でも幽霊見えないんです、あれだけなんか払いたまえ清いたまえ払いたまえ清いたまえとかってさっき言ってリニア守りとかなんか、あ、違う、これリニア守りじゃなかった、赤ちゃん
大量にさ免許証、免許証とさ、めやばくない免許証めっちゃ、これなんか僕これなんかおなんか在庫追加の在庫、これ予備持って帰ってきたの大量に、もう赤ちゃんってこれ目の前、俺こっちだごめんなさい、目の前にあったやつだ見えないんですよ。玉ねぎとかも美味しい、玉ねぎ好きだよ。幽霊おったら家賃取らんと、えあれらしいよ、幽霊おったら家賃ちょうだいみたいなこと言ったら逆に住み着くらしい。だからいるんだったら運気いい運気をあのよこさないと、あの追い払うよって言ったらいい運気を持ってきてくれるらしいですよ。だからもしなんか最近気になるなっていう人は、もしいるんだったら1億円振り込まないとどっかやるよって追い払うよとかって言ったら1億円振り込まれるらしいよ。これ最近知ったホラーの知識。ネイルチルチルなの可愛い、え可愛いよね、これやばいよね、マジで可愛いのこの可愛さ、チルチルネイル。リンタンとバーベキューしたかった、バーベキューしたいよね、結婚したらできるよ、結婚したらできます。バーベキューの具何が好き？今日うまいって思ったのはマシュマロでも、好きなのは丸焦げの玉ねぎ、焦げた野菜、あの玉ねぎさ、みんなさ結構すぐ焼けたってなるけど、私は本当に真っ黒にならなきゃ食べれなくて、バーベキューの玉ねぎはだから焦げたやつがいいです。あのあんたもうガンになるんじゃないみたいな、えそれ食ったらもうガンになるかみたいなやつが好き。なぜかというと苦くて美味しいから、だから焦げたやつじゃないと無理です。もう白の原型がない、もう焦げまくって食ってもうなんか灰のようになったやつが好きですね。だから灰になった玉ねぎが好き、バーベキューは。でもやっぱお肉が美味しいよね、バーベキューはね、バーベキューは好き。キャベツ、えそう、焦げのキャベツ、焦げのキャベツ大好きざます、私本当に大好きざます。だから丸焦げのキャベツだったりとか、丸焦げの玉ねぎとかオニオン、あキャベツ、あグリーンキャベツ、オニオン、あピーマン、トゥクル、あマシュマロとか、あめっちゃビッグであろうです。丸焦げブラックブラックブラック、とってもブラックな焦げたオニオン、トゲが好きな、焦げ焦げ苦くない、苦くない、苦いけど美味しい苦いけど好き。もやしも焦げ焦げ、えわかる、もやしのさ焦げ焦げ私も好きだよ、めっちゃうまいよね、もやしの焦げ焦げわかる、口好き、わかりすぎて前のめりになってしまった、さっきまでこれぐらい離れてた、これぐらい近くなってしまったわかりやすすぎるだろう、めっちゃわかるマジで、焦げ焦げうまいよね、マジであんたこればっかり食べたらガンになるよって言われるやつが好きです。えだってケーキもパサパサの焦げたケーキが好きなんですよ、好きな食べ物に書いてたけど、去年もう入れなくなったけど、パサパサのケーキが好き、失敗したパサパサのケーキ好き。肉も焦げ派、え肉はあのよく焼きたい派です、お肉はめっちゃよく焼きたいです、でもカリカリになるまでは焼きたくない、でもちゃんと焦げがついてる焼き目がしっかりついてるやつがいいです。だから今日のスペイビーとかもあの結構私は役係じゃなくてそのファンの人が管理してくれてたんですよ、お肉ので、これもう食べれるよって言って置いてくれたやつが全然私の中じゃ焼けてなくて、なんか嫌だってなって、あのもっと焼きたいって言って焼かしてもらいました
だから多分結構ね、そういうのね大事な気がする。なんかでもステーキはレアが好き。レアっていうかミディアムレアが好きです。そう、玉ねぎとかもいいぐらいの焼き加減なんですよ、普通の人からすると。でもりねちゃんこの玉ねぎ焼けたよって置いてくれるんだけど、普通の人ならいいぐらいの焼き加減なのに、私からしたら丸焦げ好きだから、あちょっと待ってって言って、ちょっともうちょっと焼かしてすいませんって言って焼かしてもらった。そう、焦げ焦げが好きなんざます。丸焦げが好きなんざます。だからバーベキューとか焼肉行ったら自分が焼きたい派です。でも今日は全部任せちゃった。姫しちゃった今日は。だからあやぱんと焼肉行った時とかも大体私が管理するけど、今日は姫になっちゃった。肉は生で食べれる、うん、確かにって言うよね。なんか牛肉は表面さえ焼ければなんか中は別に、表面のあれがなんか菌みたいなやつがあって、それさえ焼ければなんかいいって言うけどね。でも鶏肉と豚肉はやばいって言うからね、しっかりね調理した方がいいですよ。牛肉はねいいって言うね。いやなんかそのおばあちゃんちがお肉屋さんで、結構お肉に関しては詳しいから、そのこのお肉はしっかり焼かなとか、この部位は美味しいとか、この部位は結構硬いとかは結構詳しいんですよ、多分人よりは。でも私はこの部位はこれぐらいの焼き加減で焼いた方がいいっていうのをとか知ってるけど、私は丸焦げが好きだからカリカリにしっかり焼かせていただく。しっかり焼かせていく。父さん、うちの父さんはもうレアとかが好きなんよ。でも母さんとお姉ちゃんとかは、あ一番上のお姉ちゃんは、あ母さんと一番上のお姉ちゃんとかは肉焼き、鶏皮確かに鶏皮カリカリ美味しいよね。鶏皮さ、あのもうやりすぎて、あの焼きすぎてカリカリみたいなやつが好き。ユッケ好きです。待って、ピース意味わからん。ピース意味わからんって、なんで今私ピース、なんで今ピースした。鶏皮好きですとか好きですとか、好きですとか、あと分かるの好きです。いやからんて、なんでそれかピースなの。意味わからん。意味わかんない。こんにちは、つるくんハートありがとう。つるくんハートありがとう。ゆういちくんあげーありがとう。早く長袖着たいな、長袖の季節早く来て。でも今日で夏終わったから、正直問題ニョッキンミールの玉ありがとう、かわいい。え、うれしい。こんにちは。メイクめっちゃ薄くしたの、もう本当にメイク初心者並みにメイクを変えまして、やり方とかめっちゃ薄いですメイク。あと前髪も、まあ、全体的に髪の毛も長さは変わらんけど毛量少なくして、前髪ももうパッツンにして、今日はちょっと大失敗したんです。前髪パッツン綺麗に整えてもらって、まつげも上げて
ネイルも透明チルチル。でも一昨日ぐらいから今日のリネ可愛くて嫉妬。嬉しい、可愛くて嫉妬しちゃったの。じゃあ私以上に可愛くなって出直してきて最低。いいよそんなことしなくても可愛いから君も、うん、私のことをね応援してくれるだけで可愛いからね。でも分かる、なんか可愛くて、私も使うわ、人に褒め言葉使うときに、え可愛くて嫉妬したとか私も使う、一緒だ。5月の5日も、え大丈夫だよ私本当に、あのこれから多分メイク薄くしていくので。でも分かんない、精神状態が不安定になったら濃くなっちゃうからメイクがいや精神状態がすごくいいので薄く、えすごくいいっていうか、まあ精神状態は普通にいいし健康だけど、なんかなんて言うんだろう、あのこの前あのとあるお仕事があってまだ言えないんですけど、2日前とかに2日前とかにとあるお仕事やってたじゃないですか、まだ秘密なんですけどその仕事の時にあのメイクさんとかにメイクとか任せてめっちゃ可愛いって、もう本当にめちゃくちゃ薄メイク褒められたから薄い方がいいって言われて、そうだからメイク薄くなりました、うん、また詳細発表されるまでお待ちください。そう、最近可愛くて嫉妬したメンバーいる？なんかいますよ一人。最近可愛くて嫉妬したメンバーはなんか内海りねちゃんっていう子なんですけど、なんか内海りねちゃん最近可愛くなりすぎなのではみたいな感じでちょっと嫉妬してしまいました。はい。結構嫉妬結構嫉妬しちゃったみたいな。失礼しました。初見初訪問の人めっちゃ来た、こんにちはめっちゃ初訪問の人来た、え初訪問、えなめっちゃ来たんやけど、初訪問こんにちはこんにちは、初訪問すごい、初訪問の人めっちゃ来たこんにちはえすごい、初訪問初訪問の人こんにちは、いっぱい来てくれてありがとうございますうつみねちゃんっていう女の子にちょっと可愛くて嫉妬しちゃいました。うん、だからなんかすごい気になりますよね。うん、テロップが効いたかも、かわいいよ。いやなんか普通にあのこんにちはとかテロップね、テロップなんでかわいいようにしたかというと、こんにちはとかなんか今日ありがとうとかってやってもわかんないじゃん。だから普通にやっぱみんなかわいい子好きじゃん世の中。どうせさこの配信見てる人もさ可愛い子好きでしょ、可愛い女の子好きなんですよ、知ってるから。だから可愛いよって書いた方がなんか可愛いから一瞬でも見てみようかなと思って1秒でも目に留めてくれる気がするから可愛いようにしてます。で私のことを結局配信見て可愛いって思うかブスって思うかは置いといて、一旦可愛いようにしとったらなんか一瞬でも気になってくれるかなと思って可愛いようにしてる。だからこれでもうブスって思われても勝手に期待したあなたが悪いから期待して開いてみようと思ったあなたが悪いからっていうので、私は何も悪くないよっていうので可愛いようにしてる。だからねこれでコメントとかでめっちゃブスじゃんどこが可愛いのとかって言われたとって、え知りませんみたいな、私な何のことですかみたいな、あの期待したあなたが悪いんですよねみたいな感じのスタンスでいこうと思ってるのでそうそこはちょっと自己責任でお願いしますって感じです、はい、うん、こんにちは。いやそうなんですよそうなの、エッサーハートありがとう、こんにちは。でしょ可愛い子好きでしょみんな、はるるん可愛い、えありがとう
リネタン可愛いけどなんか今日の感じは違う気がする、新鮮。え、全然違う。だって最近ちょっと本当にメイク薄くなったし、うん、可愛くなりました。可愛くなったかな。あとちゃんと眉毛描きました。眉毛が描いてなくてサボってたけど、100億年ぶりぐらいに眉毛描きました。だから違うんだか。あとオーラが出ました。みんなに画面越しから漂うぐらいのすごいキラキラのオーラがいっぱい出てると思うので、で運気に満ち溢れてるんですよね。かわいいオーラが言っておいて恥ずかしくなってちょっと咳が出て痰が出てガッてやっておじさんみたいなうわっって感じになってちょっと気まずいこういうのでなんかちょっとなんか想像と違ったんだけどとかって思われるんだよねいや性格はね変わらないですよ。うん、ちょっとリネおじちゃんが出ちゃったうん、そうなんですよ。ファンレベル4に上がった。え、嬉しい、おめでとう。ファンレベル4。文吾愛してる。え、ありがとう。私も文吾のこと愛してるよ。サージカル玉、ありがとう。このさ、このなんか丸いボールみたいな球あるじゃないですか。これって何なんですかね。何のくす玉、ひな祭りのってこと。何のこれ、何なんだろう。私分かんなくてさ、分かんないままさ玉って言ってるけどさ、何の玉なの、この柄の入った。あ、マリー。え、マリー、なんでひな祭りってこと。え、ひな祭りってさ年に100回ぐらいある、もしかして。ひな祭りってワードなんか500回ぐらい聞いてるんですけど、今年に入って。しかもひな祭りなんか春にもあったよね。ひな祭りめっちゃある、もしかして。スキーチューバキュンハートメイチラブで接近だって大好き。ひな祭り、え、ひな祭りってさ春にもあったよね。あの土用の丑の日みたいにさ結構何回かある感じだもん、ひな祭りって。年に3回とか、気がつかないだけで年に3回ぐらいあるんかな。3月3日。え、今3月じゃないよね。え、マジ3月？土用の丑の日、うん、土用の丑の日ですよ。あのうなぎ食べるやつ、土用の丑の日。私が新鮮市場木村ってやってる土用の丑の日みたいにあるのかな、何回も。土用の丑の日ってね、みんなねいっぱいあるんだよ。新鮮市場木村のねあのやつに載せたと思うんですけど、年に3回ぐらいある、確か。知らぬ間にひな祭り。え、なんでさひな祭りのさ3月のやつがさ今こうあるんやろね。
くがくんハートありがとう。土曜の牛の日、牛桃節句の一つ。ちょっと分かってない顔しちゃう。私多分ね、私今日今気がついたんだけど、今確定したんだけど、あの本当に分かんない時ってそうなんだとかじゃなくて、ウェーって言うんですよっていうのを今確信してしまった。結構みんなに今の分かってないだろうみたいな、なんか言われて聞いて言われて意味わかんない時、無意識にうーって言うんですよ。で絶対今の分かってないよねって言われるんよ。いやでも分かってるよって嘘ついたんだけど、本当に分かんない時ってうーって今言って、今自覚しちゃった。うんうん、ふーって絶対分かってないですね。そう、頭パンクしちゃった。ちいかわだから、 IQ1 だから、サボテンより頭悪いからさ私。サボテンより頭悪いから私。サボテンは IQ2 だけど、 IQ2 も1もないからさ、 IQ0 だからさ、所詮私なんて IQ1 もないから、 IQ0 しかないから、ねえどうせバカにしてるんでしょみんな私のこと。 IQ1 もないからってバカにして、サボテンより頭悪いか。ミネタンも当事者とか隠し玉ない？さんや。私はうーん、生徒会に入ってました。弱もう弱すぎ、過去形だし、家庭あの服作れる検定2級持ってる。家庭科被服制作デザイン検定2級、1級はあの ST 入って取れなかったけど、2級だからお洋服作れます。私ビネタン服作ってあいって言って布を渡されたら服作れる。そう、服飾系のコース行ってたから高校、服作れるんですよね。ドレスとかも作れる、ドレスとかも作れるし、一級はジャケットを作るんですけど、ジャケットは作れなかったりっていう、ちょっとだからできなかったんですけど、できなかったんですけど、さあお洋服作れます。でもなかなかいなくない、お洋服作れる人。リメイク、そうリメイクとかできちゃうんだよ。服作るの難しそうよね。おお、ナイスな質問ですね。服作るのめっちゃむずい。
だから全国のお洋服を作ってくださってる方に本当に感謝している。服って簡単そうに見えるけどマジで難しいんですよ、服作るの。だからね本当にねお洋服作るのはね難しいんです。310けんくんハートありがとう。そう寸法本当に難しい。そう立体だから本当に難しいんですよ。そうそう型紙そうなの。なんでそんなみんな知ってるのすごい。そう型紙めっちゃ難しいんですよ。もう難しすぎて大変なのお洋服作るのは。ヘアメイクできたり衣装作れたりプロデュースできたり必要なくてイベント完結できるじゃないですか。確かに本当にもしファンクラブできたら自分プロデュースの何か出したいの。アイドル衣装作ってるファンの方がいる知り合いに。そうなの？すごい。どんな感じなんだろう。ブン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 ミシンブ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 ン行って指しましたとか。難しいよね。難しいよ。あ、明日の台本が来た。STU チャンネル。STU のチャンネル。終わってから見よう。嬉しい愛しい世界一ハッピーな恋見せて見せてどうか見せてどうか。早くみんなに会いたいな。ライブしたいな。早く早くフェス出たいな。早くお話し会でみんなと握手したいし話したいし早くみんなに会いたいな。配信してたらそうやって思うこと結構ある結構あるね。R 結構 R っていうのは R の R 結構 R です。そういえば次のイモースの予告リエタン来てた。マジ知らなかった。ちょっと何のやつだろう。ミステッポーのやつ。あ言わんかった。いや何もないっすって何もない。これ違ったらやばいから。だって何のやつに出るか言われてないもんね。やべえごめん聞いてないことにしてください。何の様子なんだろう。私が出たやつだったらもしかしてあれかな。あ予告には言われてるんだ。あじゃあ告知宣伝しとかな。あよかった水鉄砲マジで焦った。人生終わるかと思った。言ってよかった。マジで焦った。こんばんはけいこ初見さんありがとうございます。 STU48 のりねたんことうつむりえです。もしよかったら X と Instagram とこのルームのフォローお願いします。ありがとうけいこちゃんけいこくんもしよかったら教えてください。ちいかわかわいいね。ちいかわのアイコンだ。アバターはなんか知らないひよこだけどひよこみたいなやつだけど
しいカバー。ゆういちくんハートありがとう。さつまいも、さつまいも、すみません、さつまいもダンスってご存知ですか？さつまいもダンス、そんなの知りません。やばい、私ちょっと結構辛いこと思い出した。何が辛いかというと、いつもお湯入る、湯船入るときは必ずバスボムを入れるんですけど、バスボムがないことに気がついた。今日やらかした。バスボムがないとお風呂持ちべピエンなのに。バスボムあったかな、一個あったかな。でも私運がいいからあると思う。バスボム、いや絶対入浴剤入れないとね、落ち着かないんですよね、湯船の中。ヘイさんありがとう、ハート。バスボムあったらいいな。配信終わりまーす。急にだけど配信終わるね。13位ゆういちくんありがとう。12位すーさんありがとう。11位サージカルありがとう。10位はるるんありがとう。9位まるふくありがとう。8位くがくんありがとう。7位ガッチありがとう。6位いわおありがとう。5位つるくんありがとう。4位にょっきみるありがとう。3位ロコポコありがとう。2位世界の形マットくんありがとう。そして1位がドゥルルパンまきまきです。ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかった、ありがとうございました。皆さんまた会おうね。配信ありがとうございました。またの、もしよかったら X と Instagram とこのルームのフォローお願いします。もしよかったらフォローしてください。この後ツイートします。バイバーイ、おやすみなさい。